「夢尽くして」
テンション上がっちゃったのかな。ありがとうございます。そう、6月梅雨の季節ですが、今日ももしかしたら雨かもって思ってたんだけどね、全然雨じゃなくてライブできた、やったー、みんなのおかげです。今日晴れて鶴舞公園でねライブできて本当に嬉しいです。ありがとうございます。それではね、そのままちょっと MC 入っちゃおうかなと思います。ワンダースネーク7月の9日日曜日、とっても大事なライブを控えているんですけども、何7月9日日曜日、サカエディーバで4周年ワンマンライブございます。そしてここでみんなに謎謎です。問題でね、7月9日の4周年ワンマンライブで新何々と新何々と新何々がお披露目なんですけども、その3つのうちの1個ずつ誰か3人に当てて答えてもらおうかなと思います。なんだ、じゃあ知らなそうな人に言うね。じゃあ前で見てくれてたお兄さんメガネの、さあじゃあ答えてみてください。1個だけ、はい、新衣装。正解、ピンポンピンポン。3つのうち1個はね新衣装です。あと2個誰か答えれるかな。この辺で他人事のように笑ってるお兄さんさあなんだ、新曲。ピンポンピンポン、正解です。新衣装と新曲。あともう1個答えれるかな、誰か。今日は6月なので出席番号6番のお兄さんわかんないです。え、じゃあここに答え書いてあるから見といてくださいはい、じゃあお兄さん、新メンバー。ピンポンピンポン、正解です。すごい、みんななんか分かるんだね、意外と。そうなんです、はい、ということでね、正解がね3つ揃いました。7月の9日日曜日の4周年ワンマンで新衣装と新曲と新メンバーがお披露目されます。イエーイとてもとっても大事なライブです。ぜひね、堺ディーバに7月9日日曜日遊びに来てください。そしてこの後並行で後ろで交流会をやるんですけども、車検さんは車検が無料で取れます。そしてね、ワンマン用のねビラもね、スイちゃん手作りしてきました。そちらのビラもよかったらね、あの見てほしいのでね、もらいに来てください。スイちゃんとお話ししましょう、お願いします。ありがとうね、答えてくれた人たちそれではラストの曲聴いてください、ローリーゴースト。さあさあみんな好きに盛り上がっていいよ、いくよ。「君に乱れないんだって」